おは私はねあのですね私モバメに書いたんだけどあのなんか昨日すっごい変な生活してて夜のカレーシ食べたの夜のあの12時前とかまあ、その辺なんだよそのよ日をまたぐかまたがないかぐらいの。 時間に、そのワン、ワ,ワン、タンじゃない。ワンタンじゃない。カレー飯を食べたんです。ワンタンじゃない。カレー飯を食べたんです。あの、もう場面に書いたんだけど。今、なんでワンタンって言ったんだろう。カレー飯ね。カレー飯を食べたんですね。それで。あの。そっから、もう眠たくなって、寝落ちしちゃって、クッションの上で。 <laughs> 寝落ちして風呂入るのめんどくさと思ったら寝落ちしてそしたら起きたら4時ぐらいでそっからあの時間もう変な時間に起きてやばいと思ってもう一回寝るか思ったけどでもそのお風呂に入ってない体でベッドに行くのが嫌だったからしかもなんか私1回目覚めると結構もう朝方とか二度寝できなくて。だから起きた時に 眉毛が最近またたて,ててててき黒くなってたの私あの眉毛脱色してたんですけどだいぶ黒くなってきててだからお風呂入るならもう脱色しちゃおうと思って <laughs> 朝から眉毛脱色をしてたんですよ。ね眉毛脱色してで、その後にお風呂入って今日いろいろなんかちょっと動画撮らなきゃいけなかったから。 今日もメイクしちゃおうと思ってメイクしてあの動画とかいろいろ撮って TikTok も撮ってそれでねえ眠たくなくて今に至ってます <laughs> 結構だからね朝の4時ぐらいから私起きてるんですよ4時からずっと散策しててそうずっとね 起きてる。結構あのー、やばいよねなんか狂ってるのよ結構うん10時間以上寝た逆にそんな寝れるのがうらやましい私もう休みだともうほんと変な時間に寝て変な時間に起きてとかだからそういうなんかちゃんとねちょっと近いね今日はちゃんと。 サイクルできてるのがいいな羨ましいなんか小学生の時とかってさ休みの日でもさ朝7時半とか8時とか8時半とかに起きてさプリキュアとか見てさ朝ごはん9時ぐらいから食べてさママに「ママにさ公園行こう」って朝10時ぐらいから言ったらさなんか「まだ寝る」とか言ってさ寝ててさ小学生の時とかってもすっごい朝早くに。 起きてたのにさなんでさ大人になるとさこんなにリズムが崩れるのかねってすっごい思ってた最近なんでなんだろうねあれすっごい謎だって小学生の時とかってさ私ね小学生の時も友達と遊ぶの大好きだったから朝6時ぐらいとかに家出て朝活してたよ 友達と校庭で遊んでから授業してみたいなやばくない朝6時に家出るんだよ親起きてないし6時とか <laughs> 親起きたらもう子供学校行ってんのよそうだ朝活してたんだよ朝みんなとう普通に平日に学校小学生の時にあの朝 めっちゃ早く起きてもう友達と本当に遊びたかったのね近所の友達すごい仲いい子がいたんだけどその子でもずっと遊びたくてあの夜ってでも小学生ってさあま5時6時ぐらいまでじゃんそのあの遊ぶ時間門限とかが5時に帰ってきなさいとか夏は6時とかさあったじゃん。でもあの 私結構ね晩ごはんが早い人だったから早い家族だから晩ごはん結構6時とかにね食べる時とかあったのよ。あのじいちゃんばあちゃんが帰ってくるのがもう日暮れたら帰ってくるから冬とかだったらもう6時とかさで6時とかにはもう食べてたのよご飯をね夜ご飯を。でだからあんまりそんな友達と。 ね、遊べなくて5時とかには帰ってこなきゃいけない家庭でだから5時に帰ってきてだからも友達と全然遊ん,遊んでないのよ遊んだんだけど <laughs> でもう友達と遊ぶの本当に大好きだったんですね私だからいつも朝早くに学校行って朝グラウンド 外であのブランコとかあの月山っていう月山だっけ遊具があったんですよなんか私の学校だけだと思うんだけど月山っていう遊具があって山になってて上になんか登るところがあって月山とかですごい遊んだりしててわかんないよね月山ってえこれ多分私の小学校だけだと思う 月山っていう遊具があったのジャングルジムじゃないのなんかコンクリートで固めた山みたいなの上になんかのちょっとこういう丸い展望台じゃないけどなんて言うんだろうなあったんだよね月山っていう遊具が特定されるもう特定されてるから大丈夫っしょ私 <laughs> 小学校まで特定されてるから <laughs> あったのね それとかでなんかみんなで鬼ごっことかして遊んでて築山うちの学校にもあった本当にある築山の感じが分かんない私月と山だと思ってたけど築山ってそうやって書くのかな分かんないけどであの遊んだりしててもう本当にねだって6時に学校ってもう朝何時に起きんのよって感じじゃん私さあ,のあそこ 朝ごはん食べないのよいつも朝気持ち悪くて食べれなくてでって感じそれで朝すごい早くに出て友達と遊んでてって感じです <laughs> いやほんとにねなんでこんなに健康生活してるんだろうみたいな一周回っておじいちゃんおばあちゃんだよね <laughs> 朝6時に学校で遊ぶって。 何時に起きてんだって <laughs> ねいや本当にね友達と遊ぶの大好きだったんですよ私家の周りとかよく探検ごっことか言ってね細い道とか行って川川またいでジャンプして川にはまって靴新しい靴汚れたってイライラしながら家に帰ったこともあったし <laughs> いや本当になんか細い道が友達のね 私これ本当にやばいなと思ったんだけどあの友達とあの私部活中学の時に部活やってたんだけどその時にあの友達と一緒に行ってて部活にそれ土曜日か日曜日かその休みの休日の部活でめっちゃ細い道を通って友達の家に迎えに行ってたのでもそこしか通るとこないからもうそこを通って行ってたんだけど。 で友友達達ののの家に迎えに行ったのね友達その細い道を通ってでもその日,日の前の日に雨がもうすっごくてあの私の家って言ったらもう田んぼとか周りいっぱいそういうのばっかだからだからなんかその結構まあコンクリートとかもねそんな綺麗に塗装されてないのよ普通にもうジゲジゲザクザク何 <laughs> こういうので <laughs>。 <laughs> ちゃんと塗装とかされてないもすっごい細い田んぼの横の道みたいな感じででもそこってなんか結構水たまりとかたまるからでも急いでたのよ友達にし何分に行くねって言ってたからあの <laughs> 言ってたから<笑>私<笑>あのやばいと思って時間結構やばくてあもうあと時間ないと思ってめっちゃ走っていったらその水たまりがやばかったのよだからその道路がちゃんと塗装されてないから。そので 隣に田んぼあるから田んぼの横にちょっと歩ける道みたいなのがあったからそこにあのやばいからちょっとまあでも1日経ったからまあ大丈夫だろうと思って私土の上を歩いたのね田んぼの歩く道みたいなってそしたらみ <laughs> るみるうちに <laughs> あの靴がはまっていって抜けれなくなって片足泥だらけになってやばいじゃんやばいと思って。 1 <laughs> 一回家帰ったのよ家帰ってママに「えやばいやばいどうしようどうしよう」みたいな言ってあのもうハマったのよその田んぼにね私ズボって行っちゃってでも友達ん家行かなきゃと思ってたから、ね、やばいと思ってそこの道行ったらまあもう終わったのよ <laughs> やばいと思ってで友達でももうあと5歩歩けば友達の家だったのね <laughs> 細い道の角曲がったらもう友達の家だからその細い道の でもうわやばいと思ってあと5歩歩けば友達に「えこれえどうしたらいいんだろう?」と思ってだから私友達の家行くか一回自分の家帰るか迷ってでもこんなさドロドロの足で行ってもさ私だけ部活行けないじゃんそんな友達だけ行けてだからやばいと思って私一回家帰ったのさ家帰って友達に電話したの「あのごめん」みたいな「ちょっと5分ぐらい遅れる」みたいな「ちょっとやばい」みたいな「はまった」みたいな言ってて「えマジ?」みたいな「え大丈夫?」みたいな言われて。 それで私、靴履き替えて、靴下も履き替えて、違う道から行ったの、友達でそれでなんか、え、マジごめん、みたいな。遅くなって本当ごめん、みたいな。<laughs> 言ったら、友達が <laughs>、ね、な、あやか、聞いてみたいな <laughs>。たぶん、この道歩いたら <laughs>、靴はまった、みたいな。友達もね、同じことしてたの <laughs>。めっちゃおもろない、この話 <laughs>。あの、私が、 いつもより来る時間遅いと思って友達がだから迎えに来ようとしてくれてたのそしたら友達もあの同じこと言って友達んち着いた頃にはね友達の片足ドロドロでおばあちゃんに洗ってもらってた友達が <laughs> めっちゃおもろないこの話 <laughs> やっぱルイは友を呼ぶってそういうことだよね <laughs> 超おもろいよねその話 <laughs> 友達も同じことやってたのよ <laughs> めっちゃおもろい、うん、2人で爆笑したもんそれで2人で友達とさ <laughs> そっから「やばい」って言って「時間やばいよ」みたいな遅刻したらやばいしそれしかも中1とか中2時の話だったから中1かなか先輩とか結構怖かったからあの 遅れたらもう外周とかめっちゃさせられん外周5周かな遅れ遅刻はでなんかでも外周したくないから私走るの嫌いなのよ <laughs> だからあのめっちゃ急いでてか顧問に電話したでもさその2人とも同じことしてさ あの田んぼにはまったなんてそんなさあのお笑いみたいなさどっかのコントかよみたいなそんなネタさ先生にさ通じると思わないじゃん絶対こいつら嘘ついてるなって思われんじゃんそんなえでもさガチなのよ今回に限ってはガチなのよ <laughs> 本当にね2人田んぼにはまったのよ <laughs> 絶対信じてくれないじゃん <laughs> 田んぼにはまりましたなんてそんな話はもう絶対外周パターンだわと思って行ってうんいや信じないっしょ普通にこいつらまたバカな <laughs> バカな言い訳してるなってさ思われるじゃん <laughs> だから <laughs> あのでもちゃんと電話してあの「こうこうこういう理由で2人ともハマっちゃって」みたいな。 まあ一応言って、まあ、多分信じてないけど信じ先生からしたら多分信じてないと思うんだけどまあとりあえず本当のことを言ったのよてかまあ本当だからこれマジで本当だからさ信じないと思うけど、まあ、一応言ったのよそういう理由ですって言って、まあ、言ったからまあ一応ねあの外周させられなかったっていう話、うん、<laughs> 話がとびとび。<laughs> 最初規則正しい生活の話をしてたのにねうん、なんだかんだね1週間ぶりぐらいかなショールームするのはぐらいそんな感じかなうんこの前やったの最後やったの月曜日だよね先週の今日は月曜日ですか月曜日日だね昨日 見ててるドラマのやつやつってたもんな多分月曜かな今日ゴールデンウィークっていうのは知ってるあまだゴールデンウィークえちょっと分かんない分かんない <laughs> あ月曜日かねなんかまたねあの何伸びるみたいな期間が伸びるか伸びるっても発表したんだっけねまたお家にずっといる生活になるけどねまたみんなも退屈しないように。 ショールールムするね大学とかはねオンライン授業とかがまああるのかなこの前初めてねズーム使ったんだけど使い方わかんなくてちょっと焦ったなんかあのスタッフさんとなんかそのズームするみたいなあってそれでなんかわかんなくてズームやったことなかったからその相手からかかってくるのかなと思ってて LINE みたいに電話でそれでなんか。 グループ通話みたいな感じなのかなと思ってて分かんなくて私めっちゃギリギリまでさ電話手に持って待ってたのよ電話まだかなと思ってあれ自分からインするんだね <laughs> 本当にねやったことないから分かんなくてさずっと片電話片手にさ着信まだかなって <laughs> 思ってた <laughs>、うん、友達とかはしないなうん 友達ねなんか最近もう人と喋るのがめんどくさい領域に入ってるから <laughs> 友達と最近電話しないんだよね最近ずっとねあれ見てますあのアマゾンプライムでいろいろ見ててあの最近ねあのミステリー系あのミステリー系を結構見てて。 なんちゃらの波動みたいなやつ見たんだよね。それはツタイプレミアムかな,なんかで見たこと悪の波動かな。あれなんかそういうなんかやつ見るんだよね。あとコナンも見たしあとは、えー、何見るかないといろ見たから忘れちゃったななんかいろいろあれやっぱ ヤクネバー見てからすごいなんかサスペンスとか推理系とかすっごいハマってあの見るようになりましたうんあとは何見たか忘れちゃったなメモしてたんだけどなえっと <laughs> えっと えっと、待って出てこん <laughs> うーんといや本当に出てこないわちょっとごめんメモしてたのにごめんなさい何見てたか忘れました <laughs> メモはあの携帯にしてるから何見たっけなアマプラでいろいろ見たんだよな仮面ライダーは興味ない <laughs> 仮面ライダーだでも戦うだけじゃんあれ <laughs> アニメも見た気がするけど「あ君の水い臓食べたい」とかは映画館で見たんだけど久々にまた見たらなんかすごい良かったねなんか話が分かった私映画映画館で見る映画って大体2割ぐらいしか頭に入ってないから <laughs>、うん、もう一回見たね「水い臓」は映画館で見たんだけどまたプライムで見て。 よかった。感動系見るよ。<laughs> 見させてあとなんか今ティーバーでさなんかね小鶴らの私の推しじゃない方の小鶴らやっててであの小鶴ら見てました。三話やってて見たかな。 しんちゃん見てないね。しんちゃん見てない。私、ドラえもん派なんだよね。うん、こい恋らね、あの、新垣さんじゃない方のやつ、初めて見たんだけど、それ、今ね、t ーバーでやってて、あの、見ました。3話だけ。まだ結構。 早く続き見たいんだけどね <laughs> うんドラえもんは私ねドラえもんマジで毎年親と見に行ってたちっちゃい時モフもねドラえもん見てて昔モフとドラえもん一緒に楽しみって言って見に行ったこともあるでドラえもんはでもね私あの翼のやつから見たんだよね怖くて。 めっちゃ泣いてあの映画館飛び出した <laughs> ドラえもん怖くて映画館初めてだったの翼みたいなやつ鳥の飛ぶやつドラえもんがあれ見たんだけどあの初めて映画館に入ってその時ちっちゃくてめっちゃギャン泣きして怖くてもう映画館が暗いし音でかいしもう怖くてギャン泣きして。 入ってて分で出てきた <laughs> あそうさんの勇者たちそうそうそうそれですそれですそれはあの怖くてギャン泣きで帰ってきた <laughs> パパパパ,パパちゃんと2人で入ったのにお金無駄になった10分で <laughs> ギャン泣き <laughs> 怖くてでも超怖かったのよそう思うとはあのカチコチ南極大陸みたいなやつかな見に行ったのなんかね スカイツリーにあるドラえもんのカフェみたいなドラえもんカフェみたいなのも一緒に行ったねあの時その後に一緒に水族館行ったモフと彼氏みたいなことしてるんだよ2人で彼 <laughs> カ,カのかカップルかよ映画館行ってカフェ行って水族館でカップルカップルだよねモフとそんなことしてる日あったなあそうすみだ水族館行ってペンギン 見ました2人でモフ <laughs> 懐かしい <laughs>、うん <laughs> うん、私モフとね出かけるのめっちゃ好きだったんだよねなんかあのすっごい全部調べてくれるのよモフって <laughs> だモフってすごいさ大人だし私なんかと比べれば年齢一緒だけどだからすごい責任感とかもあるタイプだしすごい全部ちゃんとちゃ ししっかりしてる人だからなんかどこ行くにしろもなんか電車とかもめっちゃ全部ね調べてくれるのよだからあのモフと行けばもう間違いないから <laughs> そうイケメンなんだよねあの人めっちゃ全部ちゃんとやってくれるのだからモフとね遊びに行くの好きだった遠出とか結構遊びに行ったんだよね原宿とかも一緒に行って。 えマルキューとかで買い物もしたことあるしあとはハニーミーハニーとか行ったね原宿のモフなんかめっちゃ可愛い服にはまってた時期とかあったじゃん2017年とかかな6年7年とかぐらいかなになんか2人でハニーミーハニー行ったり原宿のカフェ行ったり <laughs> ショッピング行ったりあったよねそうハニーミーハニーとか行って。 あとラフォーレも行ったしなんかねいろいろ遊びに行ったな懐かしいモフと行くの超好きだったもんお出かけ行くのいつもあのホテルとかも大体しかもね一緒だったのよ2人部屋とかになった時にであの一緒に買い物空き時間に買い物行ったりとかしてどこ行くのもモフだったね同い年だしさ、なんかやっぱ結構 一緒にいて気使遣わないっていうか何でも言い合えるし普通に喧嘩もしたことあるよあのね <laughs> なんかねか忘れた何か忘れたんだけど昔モフンチでアユと大滝かななんか4人ぐらいでタコパオをした時にモフンチでやったんだけど。 なんか急に私とモフ言い合いになって <laughs> なんか泣いたのよこっち私が <laughs> タコパしてる間になんか言い合いになって悲しくなって泣いちゃって <laughs> でもモフにめっちゃ怒られてた多分私が多分いらんことしたんだろうななんかわかんないけどね <laughs> 私モフに怒られてめっちゃ泣いてさ タコパしてる時だよ <laughs> さっきまで超楽しい話してたのに急になんか <laughs> 喧嘩しだして多分まあ私が多分いらんことしたのよ多分ね多分てうか絶対私のせいなんだと思うんだけど <laughs> こっち泣き出して <laughs> そしたらあゆが「もうカニ泣いちゃったじゃん」みたいなと <laughs> <どっ>か <laughs> 慰めてくれて <laughs>。 でもさ普通に考えてさタコパしてる時に喧嘩するってそれはマジで仲いいやつしかできないじゃん <laughs> うん。<laughs> ね <laughs> だから本当に多分仲いいんだろうなって思ったね本当に仲良くなきゃさそんな楽しい雰囲気の中で喧嘩できないよね <laughs> これめっちゃ覚えてるわ でもね、あゆが慰めてくれて10分後には普通に楽しくたこ焼き食べまくってた <laughs> めっちゃおもろくないこれなんで喧嘩したのか忘れたもん <laughs> 多分ほんとにしょうもないことだったんだろうな私多分ほんとしょうもないことしたんだろうな怒られてなんか多分泣いたんだと思う <laughs> めっちゃおもろない <laughs> でも何回思い出してもめっちゃ面白いもんおもろいよね 子ども会地域の子ども会か多分私がね子どもなんだろうなうんおもろいよね <laughs> そうまあそんな感じ笑らける面白いでしょ仲良かったのよねめっちゃうん <laughs> ギフト今日もねたくさんギフトありがとうございますハートこれはまた新しいやつ最高最高ってやつはまた新しいやつなんかまた新しいギフトって増えましたハートいっぱいありがとうハートハート,ハートバラもありがとうございますクローバーもあんかクローバー初めて見たありがとうクローバータコもありがとうねだるまもありがとうございます お尊いもありがとうえこの何草餅みたいな美味しそうかわいいギフトもありがとうございますみんなありがとういっぱいうんクローバーが増えたの何が増えたんだろうまたねあそっかもうえもう5月かあ五5月な 5月かだからかクローバーあっあーはい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 5月ねあオッケーオッケーあじゃあ6月はアジサイか <laughs> うんなるほどねありがとうみんな今日もたくさん、うん、柏餅かじゃもちか草もちじゃないの草餅もあるよ、ね柏餅 草餅これ草餅ってあったよね美味しそう草餅草餅じゃないの草餅ってあるえ <laughs> 草えっってあるくない言うやんなほらあ子供の日だから草餅ねあじゃあかしわね <laughs> そう緑色のやつよもぎもよもぎ餅とまでは言うよもぎってでもあれじゃない よもちはさもちが緑なんだよ。<laughs> じゃない草もちじゃないやっぱあ草もちは緑のよもぎじゃあ草もちイコールよもぎってことじゃあこれはもう柏崎あ柏崎じゃない柏餅で合ってんの, <laughs> 柏,で合てんの <laughs> 柏崎とか言っちゃった <laughs>。うん あ草餅イコール、かしゅ、あ、違う違う、草餅イよもぎ餅ね、あ、オッケーオッケー。<laughs> 柏崎じゃない。<laughs> 柏餅、ええ、いちごんじゃないの。<laughs> 今日いちごいないの。いちご。今日いちごいませんね。いちご何してるんだろうね。<laughs> 鼻水がやばい。なんでだろう。 餅ねねしいよ、ね、私昔ね三色団子とかあんま好きじゃなかったんだよねでも最近白玉めっちゃ好き大好き白玉食べに行きたいんだよねあのさ浅草にさ白玉今人結構人気のお店何個かピックアップされてんじゃん行きたいんだよねあそこにあとは京都にも行きたい白玉めっちゃおいしくない でも白玉でも自分で作ろうと思って白玉粉この前見たんだけど白玉粉みたいな高いよね高くない結構 <laughs> うんみたらしが好きじゃないんだよね私団子好きだけどどっちかっていうとおはぎ派おはぎの方が好きかな白玉はめっちゃ好きあの昔お盆の日に おばあちゃんがなんか自分で餅作るみたいなお盆の日って餅作るよね毎年ねもち作ってくれてたんだけどそのもち一緒に作っててめっちゃそれが美味しいのねきな粉とかあのかけて食べるんだけどそれがもう超好き今でも食べたいお盆になるといつも思い出すねうんいつもねおばあちゃんがでっかい こういう餅作ってくれて茹でててなんかもちってこうやってこうやって押すじゃん <laughs> 押してあの茹でて浮き上がってきたら食べれるじゃんでそれをねいつもね毎年おばあちゃんと作っててもそれが超美味しいのよ出来立てが一番美味しいじゃんもちもちでふわふわでとろとろでそれにねきな粉つけてね砂糖めっちゃ多めにかけて食べるのがもう超好きだったんだよね っってめっちゃ美味しいよねあとお雑煮も超好きなの私ねお雑煮は私お吸い物透明なやつじゃなくて白味噌派なんだよね関西って白味噌らしいねうん私お父さんの方の実家が白味噌でママの方の実家がお吸い物だから 私いつも白がね好きなんですよ大好き私絶対白えねえみんなどっちが好きな白味噌かお吸い物やっぱ私白で育ったから白なのかなみんなどっちが好き透明の方私は絶対もう味噌じゃないみたいな白が好きだもん白甘い別にそんな甘いと思ったことない美味しいよ 白。白しか逆に食べたことない。いや、マジで私も白信者だもん。え絶対白じゃないとやだ。透明、みんな赤味噌はなくない <laughs> え、赤味噌は食べないかなうん。お雑煮で赤ってある私、絶対白なんだけど、お雑煮は絶対白。 で、なんか私ね、昔ね、年越す時に、新潟にママが来てくれてた時あって、一緒になんか私ね、おせち大好きなのっていうか、ママの作るね、おせちね、超好きなのよ。なんかママね、3段ぐらいね、毎年ちゃんと作ってたのね、実家にいる時。前の日からめっちゃ全部、3段全部作ってくれてて、一番下がにに煮物。 みたいな,なんかゴロゴロしたやつ入れてみたいなでおじいちゃんがすごい市場でめっちゃでっかい鯛を毎年買ってきてくれるのねいやママすごいのよマジおせちだけは本当にすごいと思うなのになんであんな簡単なカレーが私好きじゃないんだろうって思うぐらい <laughs> 一周回って料理うますぎての味なのかなわかんないけどでもねママのおせちほんとすごくてすっごいおいしくて。 本当にね。ママって全然器用でもないし、なんなら不器用だし。あの？結構ガサツな人間なんだけど。でもおせちだけは本当毎年すごいなと思ってて。<laughs> おせちね。なんかだし巻き卵とかちゃんとなんか？に2。に豆黒い。丹波の豆とかあるじゃん？ のとかもなんか全部自分でなんかその下ごしらえからして全部作っててみたいな。でそのお雑煮がおばあちゃんがいつも白味噌で作ってくれるんだけどがそれが私のね毎年のそのお正月だったのよだから新潟に来た時にそのママが年越し私一人で暇だからって言って来てくれた時にそのおせち食べたかったからおせち作るって話になって。あの でお雑煮も食べたたかったのは私ねだからお雑煮食べたいみたいな言っててその私透明嫌だから白味噌がいいって言ってそれでスーパーに白味噌とかを探しに行ったら全然売ってなくてしかもねめっちゃ高いのこんなちょっとしか入ってないのになんか700円円円とか600円とかかするのよこっち多分地域が違うからなんだと思うけどすごい高くて。 えこんなす少ないのに700円600円800円するのみたいなめっちゃびっくりしたやっぱね地域が違うとね値段もやっぱ違うんだなって思っためっちゃ高かったのよ白味噌がびっくりしたもんそう白味噌しかもあんま売ってないから結構ね何軒かはしごしたのよ普通にうんスーパーはしごしてそれでなんか全然売ってなくてえ高くないみたいな まあでもこのスーパーが売ってないだけなのかなみたいなじゃあ他のスーパーも行ってみようみたいな言ってあの行ったのよそしたらやっぱ白味噌売ってなかったりこんなもうちょっとの量で700円とかで結構高いなって言っててそれでなんか調べたらなんかそのえ白味噌って関西だっけみたいな感じになって関西とかもその辺りなのかなと思ったねあんまり白味噌とかね売ってないんだねこっちは私絶対白味噌がいいけどな うん <laughs>、うん、あとタイも売ってないよねなんか新潟だと鮭鮭 <laughs> がね村上の鮭が有名だからなのかなわかんないけどそのあとお寿司とかね食べる地域っていうか家族っていうかあるよね私お寿司なんか食べないよ おせちとタイとあれよ、お雑煮よ <laughs>、うん、でなんかそのママがね鯛がすごい好きだから鯛買いたいみたいな話になっていろんなね古町とかも行ったのよ。あの、古町売ってんじゃんあそこお魚売ってるところ。<laughs> そことかも行ったんだけど全然あの。 タイの塩焼き売ってなくてこんなちっちゃい鯛でで5,000円もすんのみたいないつもおじいちゃんが買ってきてた鯛めっちゃでかかったのよもうこの画面に収まらないぐらいでかかったうんでタイ買いたいそれ絶対誰か言うなと思ったのみんな言ってる <laughs> 自分でも思ったもん <laughs> タイ買いたいって言ったのちょっと思ったけど触れなかったよね <laughs> でタイがすごい高くてしかも全然売ってなくてこっちにはでなんかそのイオンとかも見たのねそしたらやっぱもうサケとかばっかなのその,その魚違いよ <laughs> もうカルチャーショック <laughs> もうこれまたカルチャーショックよ私 <laughs> でタイ売ってなくてみたいなうんそしたらなんかタイも食べるのは関西地域みたいにネットに書いてた なんかあんまねやっぱ地域によってねそういう行事ものってやっぱ全然違うんだなって思いました <laughs> はいねえタイ高いよねでも大好きなんだよねママがねタイめっちゃ好きなんだよ、ね、うんねえ魚っておいしいよね私昔ね魚よ肉より魚が好きって言ってた今はもうどっちも好き そんなもう両方ね「さ」なんてつけえないぐらい両方好きなんだけど昔はね「肉より魚」「今日の夜ご飯はんステーキ」みたいなって言ってた言っても「魚がいい」って言ってた,っていいってってたねいつもみんな魚派肉派どっちちっちゃい時私絶対魚だったなうん「花」より単語 <laughs>「肉より魚」 鼻詰まっててやばい何でだろう <laughs> 私絶対魚なんだってなんだよねどちらかというと肉、まあ、肉も好きなんだけどね私ハンバーグとか好きじゃなかったからかな余計なのかな魚ねめっちゃ好きうんめっちゃ美味しくない魚ってあんな美味しいの <laughs> 肉かシャキ <laughs> 魚でいいじゃん。シャキ限定なん <laughs> うん。私魚好きだからあのお寿司大好きなのよね多分。あ骨が面倒なのはわかるけど私油が嫌だったんだよね肉の。なんか昔あのポイントカードスーパーのポイントカードをめっちゃ貯めてて親がね。それでなんか多分 1>, 1枚貯まったら500円とかかなで使えるみたいなんでそのポイントカード昔でってもうこんなピンとかじゃないじゃんあのスタンプじゃんで私は小学生の時にそのスタンプのカードがあのめっちゃ貯まったのね多分500円のが10枚ぐらい貯まっててだからま5000円じゃんだからそれで「今日いい肉買っていいよ」ってママに言われてたのねこのポイントカードが貯まったらなんかあんたの好きなもの買っていいよみたいな言われてて。 でだかからなんかその日の晩ごなんかいい肉買おうみたいな言ってたんだけど私ね肉じゃなくて魚買ったのかななんかあの時なんかいい魚買った気がするんだよね。ス <laughs> ステテーーキキしいさステーキ買っていいよって言われてたのによ普段さそんな高くて買えないからこのポイントカードで今日の晩ご飯ステーキ買っていいよみたいな、ね、3,000円とかのちょっと高いさステーキ買っていいよって言われてたのに。 多分私魚買ったんだよねあの時 <laughs> いやほんとにどんだけ魚好きなんだよって感じ魚 <laughs> だよ魚 <laughs> 魚じゃない魚食べすぎて私カニになって魚ちゃんだから <laughs> うんやっぱ昔からね海の幸は好きだったねうん海が好きだったな魚 <laughs> だだったんだよ、昔ね今はあやかに昔は田のカに <laughs> いやあ魚超好きなんだよね最近は魚よりねあの貝が好きなんだよねホタテとか赤貝めっちゃ美味しくないあれなんかちょっとさ赤貝ってあれじゃないあのカキの味しないちょっと海のしょっぱさあるよね めっちゃ好きなんだだよああの癖の癖る感じ牡蠣めっちゃ好きだし牡蠣は生牡蠣に限るけどあとは粒貝あれコリコリして味しいよねあとねイカも好きなんだよねイカカニは食べないんだよね <laughs>、うん、私ホタテはホタテバター醤油みたいなんか私友達の車で2人で女2人であの 明石に、にじゃないわ淡路島に連れてってっっもらったのね私友達の車であの地元の友達にその「久々に遊ぶから車出すよ」みたいな言ってくれて友達が車出してくれて「あのどこ行きたい?」みたいな話し,してた時にその最初なんか「和歌山行く?」みたいな「マリーナシティだっけあれ和歌山って。なんか あるじゃんでも別に地元からだったら2時間ぐらいで行けるよみたいな高速使えばすぐだしみたいな全然運転するよみたいな言われててでなんかどこ行きたいみたいな話してたけどか急にいや淡路島行きたくないみたいないや話になってあの淡路島急き淡路島行ったのね。そしたらもう超綺麗であのそこでなんかその淡路島の何て言うの 海の家みたいなの入ってそしたらあのホタテがメニューにあってもうこんなでっかい貝柱のホタテみたいなそれ一個ね何かそのもう何円とかじゃなくてもうその大きさに日によるからみたいなもう何円とか分かんなくて頼んだのよ友達と一個ずつそしたら美味しくて止まらなくてさ二人で結構パクパク食べてたら結構いい値段しちゃってさ <laughs> でもね淡路島の そのね行った店がすっごい美味しくてそっからホタテめっちゃ好きになったんだよねバター醤油かなんかで食べてすっごい美味しかったのホタテちゃんうんホタテ超好きそう高くてさしかも値段とかわかんない書いてないからそのそ,その時の仕入れによりますみたいな値段だから書いてなくてわかんないけど美味しいからね 買い頼みになこれ最後にしようみたいな言ってて結構パクパク食べたら1軒目ですごい結構いい値段しちゃってみたいなそうでもね淡路島はね私それですごい好きになったんだよねうんなんかねすごい綺麗おしゃれなカフェやっぱ海沿いだからおしゃれな海海海じゃない海あれ海か瀬戸内海あれは <laughs> 地元なのに分かんない 太平洋え瀬戸内海淡路島ねでその海が見えるのよすっごい楽しかったパーキング瀬戸内海かあそっか瀬戸,瀬戸内だもんね STU だもんね瀬戸内海か <laughs> そう大好きもう淡路島めっちゃ好きになったもん結構ね地元からすぐ行けるから車で結構こんなすぐ行けるんだと思ってうんまた連れていってもらおうって思って。 うん、大好きなんだよね淡路島瀬戸内でもめっちゃ美味しいよな、ね、のカリカリのやつねめっちゃ大好きコンビニとかでねやってるたね,ねぎもね私ね玉ねぎね昔めっちゃ苦手だったんだけどあの昔ね家族とた,た玉ねぎ淡路島に行った時に帰りに玉ねぎ買って帰るってなってそこの玉ねぎ新,新玉みたいな買って帰って。 で家で玉ねぎってなんか水にさらしとくじゃんそのさらした玉ねぎを食べたのよ「これ甘いから食べてみて」みたいなママに言われてこれマジで美味しいみたいなであの玉ねぎを食べたの生でそしたらめっちゃ甘くて「な,なんだこの玉ねぎ」と思ってこんな美味しい玉ねぎがこの世の中に存在したのかと思って淡路島の玉ねぎは本当に美味しい。 うん、すごい苦手だったんだけどそれで玉ねぎ食べれるようになって玉ねぎねめっちゃおいしかったの本当に甘くててかもうあれは玉ねぎじゃないよだって苦くなかったもん玉ねぎって苦いし辛いじゃんめっちゃおいしくてそれであの玉ねぎ大好きになってあのスーパー行った時にママに「玉ねぎ買って玉ねぎ買って」みたいな「今日玉ねぎ食べたい」みたいな言ってスーパーの玉ねぎを買って。 同じ料理をしてもらったの、ね、そのそ水にさらしてみたいに聞いて水にさらしてってしたらもう美味しいと思ってめっちゃもうバクバク口に入れたのよ噛む前にねそしたら噛んだ時にめっちゃ辛くてあの鼻水めっちゃ出てきて痛くてえっみたいなこれ玉ねぎと思って <laughs> こんなにさあの淡路で買うのとこのスーパーで買う玉ねぎってこんなに違うんだと思って本当にね あの玉ねぎのサニショックを受けたあのね美味しかった玉ねぎは本当にもう今までねまだ出会ったことないもんだから今度またねあの淡路行った時は玉ねぎを絶対に買いたいと思いますみんなも淡路行った時はたまねぎ買うことをおすすめしますいつか淡路とかでイベントやりたいよねなんか島 <laughs> ってよくない 佐渡とかでイベントしたいよね <laughs> みんな来るの大変だけど <laughs> なんかでも普段やっぱそういうところってさなんかやっぱそういうイベントとか行かないイベントとかじゃないとやっぱ行かないじゃんねやっぱ兵庫行くってなったらやっぱり神戸ってなっちゃうし新潟へ行くってなったらやっぱ劇場ってなっちゃうからさやっぱそういうイベントとかがないとそういうちょっとさ普段は行かないなみたいなところあんま行かないからさうん サドイベとか遠い <laughs>、ね、あったの回やったたり一回よねあの太鼓のどんどんどんどこどんどこするやつね、うん、だから島とかでさやりたいよねうん佐渡ね楽しいよね船が楽しかったなクルーズみたいなやつ乗ったやつねたあの淡路島とかでもねやりたいよねそういう島とか。 でイベントとかねできたらいいけど淡路島のメンバーの子とか入ってくれればちょっとぐらい関西勢強くなるのにな <laughs> 関西勢一人だからな <laughs> ずっとねなんか兵庫のメンバーは私一人がいいとか思ってたけど最近すごいなんか兵庫のメンバー欲しいなって思う関西。 関西のメンバーを欲しいなーって、ちょっと思います。うん。だって、やっぱ関西メンっていた方が。いいなーって思わない。やっぱ地方とかで、やっぱさ。イベントさせてもらえる率高くなるじゃん。<laughs> 西日本いないからさ。<laughs> 寂しいとかっていう、やっぱ仕事上さ。そういう感じなとこあるじゃん。<laughs> うん、そうそうやっぱいればいるほどいいんですよ地方のメンバーってうんうんね兵庫みんな兵庫はやっぱ STU か難波なのかな私も難波受けたことあるけどね なんで関西から NGT 入ろうと思ったのえもうそれはねだって NMB のオーディション落ちたんだもん <laughs> でもずっと AKB に入りたいと思ってたんだよねそうで8のオーディションを受けてみたいなで落ちちゃって最終で落ちて ポスト山田奈々さんのやつも受けたんだけど最終で落ちてその時に、まあ、特別みたいな待遇があってみたいなそれで私ね最終から参加したんだけど NGT のオーディションがその時にドラフトか NGT かどっちか最終から受けれますみたいななってドラフトは AKB に入れたら嬉しいけどでも NMB とかに入れて嬉しいけどって思ってたけどってなった時に新潟ってすごい未知の世界だったし行ってみたいしなって思って人生一度きりだからね <laughs> やりたいことをやりたいなって思ってしかも一期生ってやっぱすごい特別だと思うんだよね一期生より強いものってないしだからねいいなって思って。 NGT にしました <laughs> うん1期生ほどいいもんないと思うんだよね私1、うん、期生って本当になって立ち上げってもめっちゃ特別じゃんそんなさ経験できないしさ、うん、私1期生って本当に偉大だと思うよどのグループも1期生より強いものってないじゃんだって なんそんなさねだから私そんなイケセンのオーディション受けれるのはさそっちでしょみたいな <laughs> になったうんそうだから NGT にしましたうんでも NGT で本当によかったって思う私は本当に NGT じゃなかった私想像つかないもん 今どこで何しててるんだろうってすごいい想像つかないもしさドラフトの方を受けてて違うグループに指名してもらってたりしてたらって思うともう本当に想像つかない何今多分どこで何してるんだろうって私本当にね NGT でマジで良かったって思ってるから <laughs> いや NGT ねすごいいいグループだと思うんだよね私。<laughs> なんで泣きそうなのん, <laughs> んで <laughs> ?NGT ってマジ最高じゃない私 NGT 以上に居心地のいいグループってないと思うんだけど <laughs> さあまあ NGT しか経験したことないからまあそう思うのかもしれないけども NGT って本当にいいと思うんだよね。 なんで NGT ってそんな悪く言われるんだろうって私すごい思うの <laughs> いやなんでだから泣くのよ <laughs> めっちゃそんなこれ泣く話 <laughs>、うん、<laughs> 本当に <laughs>、まあ、みんながね好きって言ってくれることが私は嬉しいですから <laughs> うんだって NGT ってめっちゃ大切にされてんじゃんほんとにって思ってたすごいいいグループじゃないうんめっちゃ大切にされてると思うんだけど NGT って <laughs> だからね NGT は大好きうん。<laughs> なんで泣くのよ <laughs> みんな泣く配信じゃないしあしかも今日そもそもあのさ散策の話しよようと思ってたんだよね <laughs> あのさもう NGT 物語のさやつであの今イベントやってるじゃないですかそれであの前回は4位っていうねすごいね その目標にしてたそのランクインランクインっていう入,入賞なんていうんだろうその5位以内に入ることを目標にしててまあ4位っていうねそのすごいいいさ順位いい順位っていうか,なんかすごい <laughs>、ね、選挙のスピーチみたいになってるんだけど <laughs> なんかすごいいいところにいたじゃんあやばいあと4分やばいだから今回もあのね 狙いたいなって思ってたんだけど今回やっぱ結構ね前は結構さみんなが気づいてない間にあのえタワーとはありがとう嬉しいありがとうございます熊で その気づいた間になんかさ始まっててその私も中間で知らない間になんかその自分ランクインしてたみたいな <laughs> そういう感じでさなったけど多分今回って多分もうみんな気付いてるしすごいやっぱあのイベント美味しいじゃん正直ね <laughs> だからその他もさやっぱその美味しさに気付いちゃった部分もあるから多分ね前回より全然もう本当に厳しい戦いだと思うんだけどうんでもここはね最近ゲーム頑張ってる私とまあその周りのみんなとかねいるから。 一緒に頑張りたいなとと思っってちょっとでもなんか応援ししてくれたら嬉しいです今日の18時以降になんか中間の発表があると思うんだけどあの、まあ、倍率はねもう絶対前の何,何十倍とね高いと思うんだけど絶対ね今回も入りたいなと思っててなんかポスター新潟駅エリアに飾ってもらえるらしくて。ね、絶対に 入りたいなって思っててて思みんなね一押しとか二押しとか三押しとかいると思うんですけど <laughs> あの私に一票でもいいから一票でいいからっていうか一票でいいから入れてください。っていうそういう不安とかもあると思うんだけどもし私が入賞した際には。 ポスターの前で写真を撮って皆さんにモバメでこれだよって写真を送ります <laughs> 公約です <laughs> みんなにいっぱい写真送ります <laughs> ねみんな他のメンバーも結構ガチで多分今回頑張ってると思うから私もねガチで頑張りたいと思ってるしあの私もねすごい結構昨日結構あのちょっと雷を落とすようなモバメ送ったんですけど <laughs> まあみんなに本当に私本気なのでみんなにもうなんか私だけが本気になっても駄目だと思うしみんなだけが本気になっても駄目だと思うからあのみんなと私でなんか本気になって頑張りたいなって思っててだから私昨日結構ああいうちょっとねきつい感じのメール送っちゃったんだけどあのでもそれぐらいあの本気ですのであのみんなもねあの一緒に協力してくれたら嬉しいなと思います。 フフ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 ちフフ、ね、<laughs> 分かったっしよ。<laughs> いや本当にねいや焦ったし焦った焦ったっていうか焦ってるしあれいや本当にポスターになりたいのよ私うんだからみんなにもちょっと雷を落として気を引き締めてもらおうと思ってそうでも全然ねそんな ね課金しろとかそういうのじゃないんだけどそういうのではないんだけどその本当に真剣ですっていう気持ちです私の気持ちですあのメールは <laughs> でもね全然あれは無課金でもすごい楽しめるゲームだし散策とかもねあやかんちゃんと一緒にお散歩してるなーみたいなぐらいの気持ちであの一緒に頑張ってもらえたら嬉しいなと思いますみんな一押し二押し三押しとかまあいると思うんだけど。 でもねなんかそのなんか1票でも入れれててくれたら嬉しいいなって思います、うん、99が自分のイチオシでもあの残りの1%私 <laughs> 私に入れてもらえるだけでも私は嬉しいので <laughs> はいねだから全然もうそんなも1%とかでいいんですよ私はもう入れてくれるみんなに感謝してるのでうん。 入れれてくれた1票とかでも入れてくれたみんなに感謝してるのであのちょっとね応援してくれると嬉しいですそろそろ4時かな4時までするって言ったから4時ぐらい全然1%でも本当に嬉しい私はてかむしろそんなねイチオシの子がいる中でそんな私に1%なんて入れてくれるなんてむしろそんな光栄なことですよ <laughs> いや本当に嬉しいよこれは本当にねこれはね総選挙の時もずっと思ってたなんか 1>, 1票入れるねとか言ってくれるだけですごい嬉しかったしすごい自信につながってたしみんなね自分の本当に一押し二押しとかいるのにそんなね一押し二押しを差し置いて私なんかに1票でも入れてくれるなんてそんなね私はすごい嬉しいですからねちょっとでも協力してくれたらしいですそれじゃあまた18時以降にねまた中間発表でうらしいのでまあまた見て見て,見てくださいまたショールームしますみんな今日もありがとう 見ててくれてまたねタワーとかもいっぱいギフトもありがとうございました質問あのインスタのストーリー質問返すのでよかったら何でも入,、はい、入ってくる入ってください入れてください <laughs> じゃあねあスクショうんちょっと前髪抜いちゃったじゃあねありがとうごめんね長くなりましたバイバーイおやすみー